準備はいいかな、いくよ。はい、にっこり笑って、はい、ふなっぴーです。こんにちは、こんばんは。リスナーの皆さん、 YouTuber の皆さん、お元気ですか？ふなっぴーも元気でしょって言った感じでやってきますね。はい、今日もふなっぴー島パトに行ってまいりました。今回は芝村のブランドリトルミューとコラボした CC チャンネルのアイテムをお得にゲットしちゃいました。はい、それがこちらですね、防体ブラウスでございます。最近よく防体ブラウス見かけますよね。商品情報はこちらでね。そして気になるお値下げされた金額はっていうと、税込み1639円のところ990円にお値下げされておりました。大人かわいい、きれいめ防体ブラウスでございますね。合わせるボトムスやタイの結び方一つで印象が変わります。こちら11月の9日に発売されたアイテムですが、ポリエステル 100% の素材で、少し起毛感のある、そして張り感もある、しっかりとした生地となっております。少し肩の下がったドロップショルダーに、長袖は細かいギャザーの入ったカフスにボタンが一つとなっております。だからね、ちょっとふわっとした感じですね。センターのボタンはデザインを邪魔しない同色のボタンが5つついております。ただちょっと残念な点が一つだけございます。少しだけ起毛感のある素材で、上からコートやニットを着用すると細かい繊維がつきやすいです。それがね、ちょっと残念な点でございますね。細かいのがね、ちょっと見づらいんですけどね、こんな感じでついちゃうんですよ。はい、ではコーデをする前にふなっぴーインスタもやっておりますので、よかったら見てくださいませ。ではこちら防体ブラウスでコーデネートいってみたいと思います。ボトムスはテラさんのクリンクルロングスカートに、履いてる靴はムムさんのチェンローファーと、持ってるバッグは星玲奈さんのツーウェイバッグでコーデしてみました。ロングスカートとローファーで合わせればドレッシーになりすぎず、カジュアルに着こなせます。そしてこちらの防体ブラウスでございますね。今ブランディングをしているのでアウトにしてみたいと思います。アウトにしたらこんな感じ。細めのタイだから可愛すぎずクールな感じで、大人女性でも合わせやすいです。この防体ブラウスは結び方一つで印象が変わるんですよね。そこでこのリボンの簡単で綺麗な結び方をご紹介したいと思います。まずは交差をさせて、前後はどちらでもいいです。交差をして上にある方を下に持っていって、はい、こうなります。そして下になる方を輪にしてあげて、上からこの輪の中に入れて、あとは調節をしてあげて、はい、
整えてあげたら、可愛いリボン結びができます。肩の下がったドロップショルダーで、腕は動かしやすいし、袖口のカフスに細かいギャザーが寄っているので、ふわっとした長袖で、なんかちょっと可愛いございますわね。丈はヒップ周りが隠れるぐらいの丈となっております。フナピーはいつもは LL サイズを着用していますが、結構ねゆとりがあるかなといった感じなんですけど、今回はこちら LL サイズでもあまりゆとりはございません。ヒップ周りなんかはねちょっとフナピー大きいので、はい、こんな感じ。ウエストはちょっといい感じにゆとりがございますわね。はい、ハリ感もあるので、フナピーのこの脇肉だったり背中のハミ肉は目立ちません。ただね、やっぱり腕を曲げちゃうとね、あとやっぱり厳しいですかね。ここら辺かな。はい、まっすぐしたら大丈夫ですね。では次行ってみましょう。ベストとデニムで合わせることで、このネックラインのリボンの華やかさも残しつつ、親近感のあるカジュアルコーデにしてみました。はい、次行ってみましょう。今度はタイのリボンをほどいて、こんな感じでね、まっすぐ垂らしてみました。ワイドパンツに合わせたワントーンコーデにチェック柄のジレで奥行きを作り、そして縦のラインができて着痩せ効果も期待できます。はい、次行ってみましょう。今度はタイを肩結びにして大人っぽく着用してみました。マーメイドスカートなどでブランディングをして着用し、トップスは黄色みを帯びたグレージュなので、温かみのあるマスタードカラーのマーメイドスカートで統一感のあるコーデにしてみました。ブラックのバッグや靴でコーデが引き締められます。はい、これでフナピーのシマパト&コーデネート終わりにしたいと思います。皆さんの何かの参考になれば嬉しゅうございます。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイバイ、また見てね。どど間違えました。もう一回、すいません。